でございます。えー、今日は今、日本取りでございます。先ほど1本目はですね、ちょっと絵面が一緒だとあれなんで仮面、カメラを動かしましたけども、お先ほどの動画ではですね、えーまあ、このコロナに対して、まあ、J クラブほとんど、ね、多くのチームが、えー、資金繰り大変になっているよということを取りましてで、えー、そのためにもですね、蓄えを持っておきましょうと、内部留保を作りましょう、ね、そして、えー、資産に投資をしっかりしましょうと。ね えー、いうお話をさせていただきました。で、えー、この動画でですね、じゃあ、まあ、もうそうはこれからするとしても、もう今すでにこの状況でどうするんだと,、うん、ということについてですね、ちょっとお話をしたいなというふうに思います。はい。ということで、えー、まあ、先ほどね、言いました前回の振り返りでいくとですね、やはり、いいね、売り上げがこう落ちて大変な時には、うん。ある程度やはり、蓄えと、おまあ、がね、資産であったり、現金であったり、必要ですよねって、と、ね。 えー、あります。で、これはですね、あのー、まあお金持ち父さん、貧乏父さんを読まれた方ってよくわかると思うんですけれどもねポケットに入れていって、ね、置いてい入れておくとですね自分のポケットに、えー、お金を入れてくれるそれが資産だとでポケットからお金を出していく、ね、これは負債だということでございますけれどもね、よくね試合に勝つために J1 に行くためにね、外国人選手に投資をするんだっていう方いらっしゃいますけどその選手がですね、えー 実際お金ははどれぐらい、ね、効果があるのかとまあね、えー、例えばイニエスタ選手みたいなねああいう方でいろんなこう、まあ、楽天さんすごい上手ですよねプロモーションで、えー、イニエスタ効果でスポンサー料も上がったとかね、えー、いろんなアプリがこうで稼ぎましたとかあそういったことが、まあ、まさにイニエスタでもちろんイニエスタにも給料は大きいお金出てきてるけどもそれ以上に入りがあるんだったらこれはものすごくいい買い物ですよね。 えーまあ、逆にどこのチームとかっていうことはまあ言わないですけど過去も含めて、えーね、ワールドカップで活躍した選手なんかを獲得してもですね、えー、結果、試合にも勝てない、ね、プラスお客さんがそんなに多く来るわけでもなかったりしてですね、えー、給料ばかりが何億円も出ていくと、ね、これはですねどんなにいい選手でも負、ま、債、あ、と呼ぶものになってしまうんじゃないでしょうか。はい、逆にいとですね、えー、アカデミーの からですね、いい選手がこう育っていってです、ね、海外に行くとです、ねえー、実は自分たちはそんなにトップチームで活躍しなかったとしても、まあ、移籍金で,です、ね、大きなお金が入ってくるというようなことであれば、まあ、この育成に関してはです、ねえー、やはり資産っていう形になってです、ね、選手が移動して活躍すればするほど、ね、クラブにお金が入ってくるということなので、まあ、これは大切な資産なのかなということで、まあ、そういった教育というか育成についてもです、ね、しっかりやっ,ぱりやっていくと。 いうことがですね、健全運営には欠かせないポイントなのかなというふうには思います。はい。で、えーまあ、そういった前回の動画のですね、まあ内容一部触れましたけど、そういったことを踏まえて、じゃあ、クラブは、こもう今このコロナになってサッカーが試合ができない今、どういった価値があるのかなというお話を少ししたいと思います。はい。で、えー、まずですね、まあ例えば、うん、僕が言った f c 岐阜というですね、サッカークラブはですね、えー、まあ、 怒られるかもしれませんけどもおもう僕が行った時にはですねもうすでに累積もう4億ぐらい赤字でもう今にも会社資金賞として潰れますというような状況でしたし、えー、お客さんもね、えー、平均でいくらだったの2,000ちょっとぐらいかな3,000いくかいくかないかぐらいだったと思うんですけれども、うんまあ、それが、えー、ねなん、まあ、とか立て直してみんなで頑張りましょうということでファンの皆さんもね、えー、駅前で。 ビラ配りしてくれたりとかいろんなこと一緒に頑張って、ね、最後3年いく、えー、年にはですね、えー、まあ一番、ねえー、過去最高の1万何千人かな、えー、来場者数にも伸びて、まあ、その後もっとクラブは伸びていくんですけど入場者数平均もですね、えー、3,000何百4,000近く4,000ぐらいだったかな、はい、になったりとかっていうことで、えーまあうん、うまくうー乗り切れたりであとはあのしましたけども この石井岐阜もですね、えー、試合に勝てなくてやはり弱いとですねみんな応援に来ないと、ね、いうふうに言ってたんですけども、うんまあ、確かに弱かったんですよねほとんどもう正直褒められた成績じゃなかったんで、えー、いつも下からいもう一番下下から2番目とか3番目とか、ねえー、いうような状況だったんで、まあ、たまたま J3 がなかったんで,ですね落ちるってうことはなかったんですけども、えー、あ,あったのかなかこうおちょっと忘れましたけどとりあえずなんとか落ちずに、えー、やれてました。ね で、えっ、ー、と、まあ、そういうふうに順位が弱くてもですね、えー、じゃあまあ違うことで何かしら、えー、スポンサーなり、ご支援をいただけないかなということで、みんなでいろいろ知恵をですね、絞って、うん、やっておりました。まあ、f c g の場合ですね、えー、会社の携帯がですね、全の全岐阜県、i f 兼 g i 市含めて全市町村様にですね、 ご出資いただいているということもありましたので、えーね、いろいろ怒られたりもするんですけど、まあ、いろんなところの、ね、事業、地域貢献的な福祉関係とか、えー、スポーツとかですね、まあ、そういったさまざまな事業を委託をいただいたりとかですね、えー、そういったことで事業をしに行くサッカー選手たちがですね、高齢者の体操をしていくとかですね、そういうふうに、えー、実際の、まあ、市町村の事業を取りに行くというような形に行ったりとか、まあ、そういった形で。 ね、3年間、えー、私がいた3年間はあ地域貢献活動ホームタウン活動といわジェリーそのが、ね、地域の活動当時 J3 なかったんですけど J1J2 の中で3年連続、まあ、ナンバーワンになるほど、ねえー、これもね、まあ、もちろん目指してやりましょうっていうのもあったんですけど。 まあそれ以上にやはりこういった委託の仕事をどんどん受けないと会社の経営的に厳しかったっていうのもありましたんで、まあ、そういったのをやっていくとですねおのずと J1J2 で一番になっていたとね、えー、いうことでもう1年間で600近くやってたんでもう必ずね、えー、オフの日もありますんで、えー、もう1日に本当二23会場では必ずどっかで市 g i が県内でサッカースクールやったり体操教室やったり何かしらの授業をしていくとね。 えー、ようよなことをやってました、うん、なので、えー、そういったところでもまあファンの方々にね、えー、認めていただいたりとか、えー、そこで行った先だけの皆さんにグッズを買ってもらったり、えーね、試合にまた来てもらったりというようなこともしておりました。はい、でねその時にやっぱ思ったんですよね、えー、僕らサッカーチームってそのピッチの中だけその試合の中だけが、えー、とこれ稼ぐところなのかなと。うん ね、よく考えてくださいよ、まあ、特にこのコロナウイルスで大変ですって言ったチームさんもそうなんですけど言ったらホームアンドアウェイありますよね、まあ、多く見て大体年間60試合ぐらいするんですか多いとリーグ戦でいうと40試合ぐらいですよねプラス天皇杯じゃなんじゃってありますけども大体じゃあ,、えーねまあオフも抜いたとして1週間にあごめんなさいひ月に2回とか1回2回3回ぐらいしか要はお店をオープンしていない店があるっていうような状況ですよね。 月にじゃあ3日4日だかり、ねうん、それがなかなかやっぱり大変なのでそれ以外の時にいかに別の形で収入を得ていくか、まあ、それが僕らでいうと地域貢献活動での収入であったりとかあそこに出ていく時のウェアのスポンサーさんとかですね試合の時に移るスポンサーではなくてそういった地域貢献活動で露出ができるスポンサーさんを取っていくとか、まあ、そういったことをしていったわけですね。 はい、なので、まあ、そういったことが、えーまあ、多く増えていってやっていくとですね、えーまあ、僕らも、えー、このなんだろうサッカーだけじゃなくてあ僕らがじゃ地域に出ていくっていうことが一つ価値なのかなとか、ね、サッカー選手である、ねえー、若いお兄ちゃんであるとか、ね、イケメンであるとか、ねえー、県が出資をしているというクラブであるとかですね、えー、そういった一つ一つ何に僕らのこの ね、貧乏クラブに価値があるんだろうかっていうことをやはりよより多く考えるわけですよねなので試合に90分間映る胸のスポンサーは何億ですっていうことよりもですね,、えー、ね毎日何百人に見られるかける3 0 0回400回のですね、えー、イベントに出ていった方がもしかしたらいいのじゃないかとか、ね、試合に毎、えーまあ、試合3,000人4,000人来るよりも年間として何千人に対してのサンプリングをしていく。 もちろん試合だと一発の月に1回2回配るだけのチラシになるかもしれませんけど例えば定期的に週1とか月何回かあるサッカースクールとかあったら定期的に顔を合わせる中でできるプロモーションがありますよねっていうことをですね企業さんにご提案したり、ねまあ、そういったことが多くなってくると、ね、でこれが今私が今宮崎県都農町でやってるのは、まあ、そういった中のですね ねえー、じゃあ選手の価値は何だろうと考えたときにやはり僕らがいる今この都農町という1万人の町からするとですね若いい人が移住してくるっていうだけで価値なんですよねなので地域保し協力隊っていうのは、まあ、国の補助金を使ってですね、えー、そういった選手たちが、ね、県外の、ねえー、人が、まあ、サッカー選手じゃなくてもいいです県外から人が来るっていうだけで、まあ、お金が動いたり、ねえー、するということですよね。 でその中で街でそういった労働者若い子たちがサッカーチームがあることによって、えー、そこでサッカーしてる選手たちが移住してくるとじゃあ仕事もあります紹介しましょうとかですね、えー、そういったところで地域で労働力として活躍してるんだったらじゃあ何かクラブの支援をしましょうということでスポンサーになりましょうっていうふうに言ってもらったり、ね、そういった形で、ねえー、サッカーのピッチの以外でも、ねえー、単純に県外の人間でありますよとか若いですよとか ねえー、サッカーやってない以外の時間は時間空いてるんでお手伝いできますよっていうそういったその価値これをじゃあ切り売りしていてですね、えー、ちゃんとじゃあこの間はこういったふうな働きをして、えーね、その分の対価をしっかりいただきましょう。ねともばじゃあ逆に県外の人だったりそのサッカーやってることで人気があるんであればその県外の方々に町の PR を。 えね、こういった来る選手たちに町の PR をさせることによって今まで引っか,らかからなかった層に対してアプローチをしていこうとかですね、まあ、そういったことができていくと、ね、いうことでございます。でこういうふうに、まあ、今のこのサッカーチームもですね、うんえー、FC 岐阜もお僕らの時よく言ってましたし、まあ、FC 琉球なんかもそうだったんでしょうけどこの地域のために何ができるのか、ねえーね、例えば岐阜だったら、えー、まあ ね、人も多いんでしょうけど何か困っているやはり地域課題は多くありますのでその地域課題に対して、えー、僕らができること、ね、それに対して、まあ、国から補助をいただくのもそうですしいや企業の課題に対して答えてえいくそれがやっぱり今ですと SDGs っていう考え方ですよね。もうそういったところの SDGs に対する考え方の中で、えー、僕らが、ね、こういったことで貢献できますよと御社のね えー、持続可能いろんなこう中での目標の中でお役に立ってますよと、まあ、そういった活動に対して、まあ、ご支援いただくと、ねえー、いうことがですね、えーまあ、できるのではないかなというふうに思います。なので、まあ、こういった、ね、コロナもこれからもコロナが収束したところでアフターコロナとか、えー、ウィズコロナとか、まあ、いろいろ呼び方ありますけれども、ねえーまあ、何が正直起きるかわからないですし逆にも起きようが起きまいが、えー、ね ピッチの上だけじゃなくてですねやはりホームタウンっていう J リーグが掲げた理念があるのであればやはり地域とかのこのサッカーをやってる中で日本でも世界でもそういったところにどういった影響が与えられるのかどういった活躍ができるのかというのをですねもう一回考えてでその中にちゃんと適切な価値をつけていってそれでやっぱり収益を上げていくそれをまたさっきも言いましたようにじゃ次のそういったことがどんどん新しく地域に貢献できるような資産を作っていく。 ね、えー、いうことを、まあ、やっていく、えー、いければなと、ね、えー、思います。で、僕らは、まあ、こういった形で、ね、えー、今、まあ、街にいろんな、こう、企業を誘致していたりとか。これから、寮を作ったり、えー、グラウンドを作ったり、スタジアムを作ったりっていうのは、目標の中でですね。ね、新しい街ができるわけですよ。ね、スタジアムが中心として、なる街です。ね、急に、ね、地方にイオンモールができて、人々の買い物行動が変わるみたいな。 スタジアムができてそこの周りにショッピングができる、ね、高齢者向けの病院があってとか高校とか学びの学校があってっていうようなことを、ね、いかにこうじゃあ町づくりの中で一緒にやっていくかね,、えー、ねスポーツはなんかよくね生きていく上では必要だみたいなことをおっしゃる方もいますけれども。 ね、まあスポーツも音楽もそうだと思いますけど、やはり感情に訴求するっていう部分では、逆に言うと人間の心のど真ん中にアプローチすることができますね。そういった意味で、えー、病院ねとか医療関係に対するアプローチもできるでしょうし、えー、経済活動に対してもアプローチができます。そういったことをね、スポーツを一回真ん中に置いて、もう一回。 公共であったり、えー、民間のビジネスを再編するということが、ですねこのアフターコロナ、ウィズコロナの時代にはですね必要になってくると思いますので、えー、ぜひです、ね、スポーツクラブ関係者の皆さんはですね、えー、そういったことを視野に入れながらね、ね自分たちがここでスポーツクラブ、スポーツ選手、スポーツをやっている価値は何なのかということをです、ね、もう一回よく考えていただいて、えー、何か街、そして企業に貢献できることをね、ね、えー、貢献して、ね、お役に立っていれば。 絶対あなた方が不要になることはないですのでそういったことに何ができるのかということをです、ね、この機会にしっかり考えていただければなというふうに思います。はい、ということで今日は以上です。